はいどうも、レッドスターと申します。今回開封していくのはこちら、ゼクスの診断1月31日に発売されました。ブースターパックコードエンゲージエースクロニクル、こちらの方を、3パック開封していこうと思います。いつも3パック開封して、まあ、スーパーレア以上出るんですが、実はいつも買いに行く店すぐ売り切れるんですよ。なんかすごいゼクスになんか人気なのか。はい、というわけで今回もなんとか余ってた3パック、こちらを開封していこうと思います。今回に関しては全く調べてませんが、はい、このように、ノーマルカード、レアカード、スーパーレアカード、そして、シフトレアカードというのが今回あります。今までイグニッションオーバーとかそんな枠があったんですが、今回そのシフトレアカードですね、こちらの方が出たらいいかなと思って開封していこうと思います。はい、では開けていきましょう。これぐらいかな。はい、いやー、なんかもうゼクスはね、ほぼほぼコレクターに近いかな。うん、カード買ってもなんかコレクションぐらいで終わらせてるから、まあなんかいらすやつ出ないかなと思ってます。はい、おーで、そうか、お、そうですね、今度はスタートダッシュデッキエンジョイのスフェラというこちらが出ますね。前はエンジョイマーメイドでした。はい、よいしょー。お、シャイニングマーチメイサスタートカードですね。チャージのコスターをこのカードとあなたの手札にあるカード1枚トラッシュに置く。ノーマルスクエアにあるゼクスを1枚選びで札を戻す。あー、割と俺は好きな効果してるな。で、はい、2枚目かな。はい、無限の瞬きドルミール、これもスタートカード。スタートカードか。はい、で、宇宙浮かせるアイアンマスクをエボルシードアイコン、デッキからトラッシュに置かれた時以下の効果を解決。トラッシュにトーチャーズかエボルシードアイコンを持つカードが合計3枚以上ある場合、相手は自分の手札にあるカード1枚選びトラッシュに置く。まあ、ハンデス効果ですか。はい、次、洞窟探検ペッパー、コスト1、リソースにスリープで置く。ペッパー以外のリソースにあるコストの何かのリーファー1枚選び、リブートでゼクスでこのエリアに登場させるか。まあ、コストの踏み倒しカードでいいのかな。はい、次当たりかな。せーの、おい、レアですね。極楽王女国権、国権八コンマルディシオン、プレイヤーイリューダ知らないな。で、有効トラッシュ、相手の手札にあるカードがあなたのカード目にマルディシオンを含むカードの能力でトラッシュに置かれた場合、チャージに極楽王女国権八コンマルディシオンがない場合、このカードをチャージに置く。もう一個、有効チャージ効果がこのカードをゲームから除外することで、トラッシュにあるカード名にマルティシオンを含むカード1枚選び手札に戻す。除外を使う効果のカードが。で、ノスフェラというか、なかなか見たことないけどな。はい、じゃあまずはレアコルですね。で、お、はい、レア2枚目、心奪う音色メインクイーン、プレイヤーニーナデッキとチャージ、あなたのチャージにカードが2枚以上ある場合、このカードコスト1減る。はい、で、スクエアに登場時にあなたのデッキの上から3枚見て、その中にあるカード名にメイクーンを含むカード1枚選びチャージに置いておい、残りのカードを好きな順番でデッキの下に置く。はいはいはい、で、よいしょ。で、レアですね、惑いを誘うアゲハスワローテイル、こいつはプラセクトのカードか。ウェイカーレベル2で、登場時にスクエアにあるあなたのプラセクト1枚付きデッキの1枚のカードをリブートにリソースにスリープで置くか。まあ、マナを増やす的なカードかな。デュエバリー。はい、ホロ枠のレアかなこれは。はい、じゃあ2パック目いきましょう。ホロのレアが必ず出るようになったのかな。なんか今回はなんかパックの構成が前と違ってレアが2出るようになってるかな。はい、じゃあ2パック目いきましょう。よいしょ。福音獣人かな、ウェア白イルカ、こいつもスタートカードか。スケネルゼックス1枚スリープすると、リソースにカードが4枚以上あり、その中に緑のカードがある場合、あなたのデッキの1枚目のカードリソースにスリープで置く。はい、1段1回しかプレイできない。で、スタートカードですね。スタートカード多いな。魔術の姫巫女メーディアン、はいはい、デッキの上からこのカードゲームから除外してもよい。おい、あ、取れた。はい、お、ミスティックホープファリアマーメイドですね。ウェイカーレベル4、ノーマルスクエアにある相手のコスト7以下のゼクスと相手のトラッシュにあるコスト7以下のゼクスをそれぞれ1枚ずつ選び、好きな順番でデッキの上に置く。トップを固定するカードか、戻して。はい、
星に祈るメテオール、エボルシード愛好を持つセクスがデッキからトラッシュに置かれる。このカードをゲームから除外し、除外したならばトラッシュに置かれたゼクスをリブートでこのカードがあったゼクスのないスクエに登場させる。あどう使うんだこいつは、よく分かってないけど、はい、まあノーマルのカードですね。うん、きついで、はい、次が、お、キラーマシーンのレアか。防流機械ドラコニアス、あなたのデッキの上から5枚見て、その中にあるコスト4以下のゼクスを2枚まで選び、リブートでゼクスのないノーマルスクエアに登場させる。残りのカードを好きな順番でデッキの下に置く。ターン終了時そのゼクスを破壊する。はいはいはい。で、スクエアにある効果が、手札にあるカード1枚トラッシュに置くと、このカードを手札に戻すか。そうか、登場時効果違うか、なんか難しいな、こいつに関しては。はい。次が、ほい。読めねえ。なんだこれ。愛月噴泉の女神、つくやみ。ウィーカーのブレイバーですね。トラッシュにあるブレイバー2枚ゲームから除外。デュダミスから登場時に、あなたのデッキの上から4枚公開。その中にブレイバー2枚まで選びて札に加える。公開した残りのカードを好きな順番にデッキの下に置く。スクエアにアイテムゼクスが3枚以上ある場合、ノーマルスクエアにある全てのアイテムゼクスに5000ダメージ。おー、打点高えな、おい。はい。で、最後、ほい。レアか。あ？これか。シフトのレアカード。はい。ややこしいな。なんか読めない読めない。なんか、よくわからん効果だな、これ。読めねえ。権利条件ゼクスオーバーブーストレベル1。UI 人心正崩壊ニンガル。ニンガルのカード。ニンガルか。はい。このカードにシフトする。で、チャージのカード1枚選び、手札に戻す。はぁ、これがシフトカードってやつか。はい。なんか当たりました。はい。シフトレアカードってやつかな、これ。はい。3拍目いきましょう。やべえ。よくわかんねえ。シフトのカードってのがよくわかんねえよ。なんだそれ。はい。漂う、僧人、バンデルングか。ゼクスがカード登場、カード能力登場すると、このカード破壊。破壊したら、登場するゼクスを破壊か。まあまあまあ、要するに自分を破壊したアイテムを破壊するね。はい。ワクワク獣人、ウェアミーアキャット。リソースでメインフェーズ開始時。リソースにカードが9枚以上あり、スクエアにあなたのワクワク獣人、ウェアミーアキャットがない場合、緑2点を払う。2点を払ったならば、このカードをリブートでゼクスのないソーマルスクエアに登場させ、デッキの一番上のカードをリソースにスリープとき、ターン終了でこのカードをリソースにスリープとく。おーい、文字数が多いな、こいつ。はい。開演する。雪風、猛暑棒か。ミソス知らんな。はぁ、あ、はぁはぁ。カード能力登場時に、以下の効果からゲームから除外されているあなたのカード3枚につき1つ選び、好きな順番で解決。同じ能力は2回選べない。はい。ノーマルスクエアにある相手のゼクスを1枚選び、8000ダメージ。2個目が、あなたの手札にあるカード1枚選び、トラッシュに置きカード2枚引く。最後が、相手のチャージにあるカード1枚選び、ゲームから除外。面白そうなカードだ。はい。シャイニングマーチメイサー。こいつダブったな。まあ、イラストいいからいいや。はい。ローブリンガー、リョウゼン。スクエア、相手のトラッシュにカードが3枚以下しかない場合、このカード以降の効果を得る。絶海か。カードの効果で選べないと。で、もう一個が、相手のトラッシュにカードが5枚以下しかない場合、ノーブラスカイル、相手のゼクス1枚選び、ターン終了時までパワーをマイナス9000。強いな。こいつは。はい。で、次。レアか。プレデターって種類か。バックパンサー、ズイガー。カード登場時、あなたのデッキの上から3枚公開し、その中にあるカード名にズイガーを含む、ゼクスを1枚選び、手札に加えるかチャージに置く、公開し残りのカードをトラッシュに置く。ズイガー。お前、バックでええんか。お前、パートナーやろ、ちゃんと。はい。で、次、ラストかな。よいしょ。はい。白光の聖樹、リントブルム。スクエアの、なんだっけ、常時効果。相手はまだチャージにあるカードをカード能力で選ぶことはできない。はい。
で、このカードをリブートエゼックスの野村スクエアに登場させると、能力はあなたのターンにしかプレイできず、スクエアチャージにあるあなたのイグニッションアイコンを持つカードが5枚以上ある場合しかプレイできない。ターン終了時まであなたのカード名が、リンダブルの能力をプレイできなくなる。へぇー、難しいわ。はい。難しい。はい。以上になりました。今回は、スーパーレアは出なかったな。久々に。まあ、ホロワークって言っていいのかな、こいつ。ホロワークのこのプラセクトのカードと、初めて見たカードな、これか。これがシフトレアかな。のカードが当たりました。はい。シフトレアは封入率はどうなんだろう。ワンボックスでなんか、3、4枚出るもんなのかな。なんか10種類だったけど。はい。今回の開封結果はこんな感じになりました。はい。そうですね。エンジョイノスフェルトゥが出るっていうのは、エンジョイノスフェルトゥを購入してみて、そうですね、中身をちょっと紹介するのもいいかもなーって思ってます。はい。一番は、近くのお店がちゃんと入荷してくれることが、条件ですけどね。はい。というわけで、今回の開封動画はここまでになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。